はい、仕事を無事終えて、今公園に来ました。雨ね、雨ちょっと降ってる。ま、ちょっとマシになったけどね。こんな感じ。雨、あ、一人誰かおるね、あそこに。けど、ほとんどいてないですね、人。案外こなして、結構まめに歩いてるから、ええ運動になるっすわ。ほんまに。あ、ちょっと人おんねん。あ、車来た。さあ、どうやろう。入ってるかな。なんか子供はそんどんね、雨、雨降ってんのに。高等勝利さん、行ってないね、今日は。またあれ、なんかちゃうの入ってへんこと祈りますわ。まあ入ってんと思うけどね。雨降ってるから。さあ、どこ行ってんだろう、こ。行ってないね。あ、やっぱ入ってないね。上空いとるから。入ってないわ。残念。どこ行ってんのね、あの子。どっか、あ、どっかの方かな。まあ雨降ってるからここには行ってないでしょうね。行ってないね、やっぱり。どこ行ってんの。まあ今日は一旦カゴ引き上げようかな思うんですよ。バン入っててもね、これ雨降ってあん中にね、誰が入ってもかわいそうやし。まあちょっとまだ時間あるから、一旦ここで行って、向こう見に行ってきますわ。はい。はい、第3エリアに来ました。うん。新しくもいてなさそうやね。ちょっと、これ、消毒液持ってきたので、持って、今日も、あの、傷のとこ消毒肥料した、あの、品を作るのに持ってきてんけどね。それで、ちょっと餌持ってきてんけど、餌用、に見せかけて、ちょっと鳴らしてんけどね。けどね、ここにね、この前、ちっちゃい、白と茶色の子、おばちゃんもなんか、餌やるおばちゃんも言うてたけど、ここにちっちゃい白と茶色の子おったんですよ。まだ、ね、人見知り、人慣れしてへん、みたいやけど、僕もこのままチラッと見たんですよ。シュッて入っていくのね。ちょうどこの辺かな。この辺におってんけど、いてないね。うん、ちょうどここにおったんですよ。まあ、一個も出てこない。この先は、ね、前の、つい最近捉えた、黒白の子とか、その風、じーっとしてる子ね。うん、そっちのエリアやけど、今日はやめときますわ。行ったかって何もできへんし、また見たらね、なんとかしてやると思うんやけど、無理やしね、なんとか。うん、いてないね。一個もこら、出てこんですね。雨降ってるからかもしらんし。雨降ってるけど、お腹空いてるもんやけどね。誰も餌やってないからね、こうずっと見てるけど。入れ物もないしね。まあ、入れ物置いてやってないかもわからんね。やってんかもわからんし、わからんけどね。わからんけど、うん。ないね。するけんね。出てきない。まあ、そういうことです。以上です。はい。第3エリア、第3じゃん、ここは第2やったんかな。うん。8割ちゃんおったとこ。で、今、餌やってたもう一人のおっちゃんね。うん。このおっちゃんを、とも今喋っとってんけど、うん。今、僕が捕まえよう思ってるやつ、おったか言うから、いや、昼間おったけど、捕まらんのすよ、みたいな話とって。これで、まあ、
お茶ならやってよ、みたいな話しとってんけどね。地域猫活動。この説明しとってんけどね。うん。ほな、ただで手術できて、お茶ならも餌どう、ね、きちっとやってくれたら、ええのに、みたいな話。うん。あとはもう、ね、ここのお役所さんと話してね。うん。野良猫って、結局僕言ってる、その、奄美の、去勢手術してもうてるとこも、なんか、松原のとこでちょっとそんな、揉めてる言ってましたその、なんでしたその、地域猫をしてるけど、うん、なんか、いろいろ言うてはる人と、うん、その先生らは、やっぱりその、結局ね、地域猫にしてた、去勢手術してたら、結局、まあ言うたら、そこに偽ったら、他からの猫入ってこないんですよ。いう話してましたわ。で、他から入ってけんいうことは、結局、まあ、地域猫にしたかって、あれですもんね、3年かな、野良猫の寿命というと、3年間、そこで暮らしたとしても、他から入ってけんからね、縄張りあるみたいやから。まあそういうので、なんか、そこらに住民に説明してるで。結局その地域猫なくしたとしたかて、いなくな、ね、なったとしたかて、他から入ってきて、まだ子供、結局たくさん産む。ね、結局そういう繰り返しになるから、僕も地域猫、ね、やっぱりそれ、猫を出せじゃなくて、ね、僕らはやっぱり、いろいろ、そっちの方がええんちゃうかなと思うんだけどね。まあまあ、いろいろ車に傷入れたりするのもあるとも知らんけど、それはあるかもしらんけど、ね、人間だけの地球はないからね、うん、自分らのことばっかり言ってはる人多いけど、うん、ね、共存共栄でした、うん、まあ、できたらね、そういう方法でね、うん、持っていけたらええかなと思うけど、やっぱりいてないから、ちょっとカゴでも回収せんなあかんすかね。どこにおんかなと思うけど。どっか寝てるんでしょうね。多分この中とかに寝てると思うんやけど。いてないね。まあ、あのちゃんとしゃべっとってんけどね。犬散歩してる。出ないな。ここに思うんだけどね。出ないもんね。出ないからちょっとカゴ回収します。以上です。はい、お疲れ様です。